スキーがどこの国で誕生したか。スキーが誕生した国、はい、分かりました。4択にする？あ、4択、いや分かんない、4択でいいの？4択でいいです。お願いします。1番、うん、中国。お、2番オランダ、うん、3番スイス、4番オーストラリア、うん、オーストラリア、オーストリア、オーストラリア、ラリア。スイスくせえな、スイスくせえな。俺東京オリンピックとかほんと好きだからね、言っとくけど。一応ヒントあるよ。あ、じゃ頼むわ。え、50-50 オーディエンス、お、イチロー。イチロー、うん、イチローヒント、イチローヒント。ちょちょ、イチローヒントっていうの聞いたことねえから。イチローヒントいく？それいい、よく聞いててね。イチローヒントって何？はい、イチローヒント入ります。お願いします。イチロー答えナンバーワン。はいはいはい、1番。分かった。やばくない今の。ナンバー51に来れなかった。いや、答えナンバーワンって言ってなかった。言ってた。やば。めちゃくちゃ中国。え、中国？中国。うわ、絶対中国じゃないと思ってた。中国？はい。スキー誕生？はい。中国で。まあでも言っても、あ、そっか、中国って。そっか。え、スキーは、娯楽で生まれたわけではありません。なるほど。何のためにスキーが生まれたでしょう。俺あのスキージャンプはさ聞いたことあるんだよ。あの昔の処刑だったって。あ、みたいなね。こうな、あれも諸説あるみたいですけどね。こうやってやって処刑してたみたいな、うん、それ系じゃないの？それ系の。え、ではないです。じゃあ一応4択。あ、まだ4択あんの、うん、先言ってよ。何のために。何のために。1番、うん、鳥。鳥。2番、うん、ポリ。ポリ。3番栗。栗。4番カリ。カリでしょ。カリじゃん。カリ絶対。カリじゃん。カリ。いや、他の3つだってもう日本語として成り立ってなかったし。カリのためなのよ。なるほど、カリか。で、そのカリの方法が惜しかったな。ちょっともうあの昔からスキーはあの形なの。へえ。先っぽ上がってんじゃん、うん、あれは雪の中に埋もれないためなんだけど、うん、こう上で山の上でこう構えてるわけ。こうやって、うん、構えて下見てて、うん、獲物がいたなと思うとみんなそこに滑っていくの。それこそあの動物とか現れたら。そう、うん、でも直角行だよ、うん、そこに向けて直角行で槍持ってんの、うん、槍持ってその滑ってる勢いでズザーッと刺すっていう。めっちゃかっこいいじゃん。むっちゃかっこいいよ。そんなことしてたんだ。そう、それスキーの、それがスキーの誕生。